しぶりに幕張に行ったんですけど、やっぱり楽しくて、幕張が楽しかったわけではないんですけど、別に皆さんとお話できたのがすごく楽しくて、オンラインじゃない、本当だ、リアルお話し会ありがとうございました。すごく楽しくて、やっぱなんだろう、時間もやっぱりあっという間に過ぎてったし、すごい楽しいなっていうのが感想です。で、何が幸か不幸かって話なんですけど、電車の中でゲームをやってたら、頑張ってる君にボーナスタイムみたいな感じで無料でライフめっちゃもらっちゃって、無料の時間、そうそうなんですよ、今だから無料でゲームや、無料なんていうの、その時間でライフ増えるやつなんですけどなんか無料で時間増えちゃって、そうだから今ゲームやりながらやってます、ごめんなさい。イバジュンさん、タワーありがとうございます。タワー、タワーありがたわ、イバジュンさんありがたわ、ありがとう、ありがとうございます。そう、やる気なくてちょっとやってる、ごめんごめんって気持ちだけど、クリアしたい。そうマジでごめんごめんって言いながらもやり続ける女、すいません。今日のお話し会は、てか今日と明日で生誕 T シャツを着ようっていうコーナーをやってまして、そうだから今日は今日でなんかちょっといい感じに生誕 T シャツを着こなしました。着こなせてたかわかんないけど着こなしました、イエーイ。明日もいい感じに着こなしちゃうぞって感じなので、明日来られるよって方とかぜひ楽しみにしていただけたらいいなって思ってます。生誕 T シャツコーデよかった、可愛かった、ありがとう、嬉しい、みんな褒めてくれてて嬉しい。着こなせてたよーだ、生誕可愛かったです、やったありがとう、よかった、みんなちゃんとコーディネートも見てくれててたまにあるんですよ、可愛かったですかって聞いたら、顔が可愛くて服見てませんみたいな、見ろ見ろと思いながらそう見てくれよって思いながら生きてるんですけど、お、クリア、クリア、嬉しい、やった、ポニーテールも可愛かった、ありがとうね、外していい、もうポニーテールしないって決めましたいや頭痛くなったわけじゃないんだけど、移動中、こうやってバスの移動中とかこうやって後ろを頭つけれなくて、ずっとここにあるからもう痛くて嫌でした、痛くないけど、なんて言うんだろう、
その首が前に出てる感じがすごく嫌でした。そうマジでやりたくないポニーテール苦手。なんかいつもよりサイズ感がちいかわ。え、なんか今日めっちゃ言われたんだけど、今日なんかちっちゃくない？みたいな。え、小物感やばくない？みたいな。いや、そんなことないんだわ。いつもと変わらん。だから多分さ、追ってる時の方がさ、そう、あれだよね。踊ってる時の方がさ、やっぱ大きく見えるらしい。私ちっちゃいからね、大きく見えるように頑張ってるので。そう、でもいっぱい言われた今日みんなに、なんか今日ちっちゃくない？みたいないやヒール履いてんだがみたいな。あ、みんなが成長期受ける、やばいくつで成長期してんのみんな。その成長期私にくれほんまそれな。ともゆきさん、たい焼きありがとう。正直横浜初日があまりにも時間短くてオンラインに非常に置こうと思ったけど、今日オンライン、え、なんかさ、今日剥がし優しかった、まあ、もちろん柵触らないでとかはあったけど、今日剥がし優しかったよね。まあ、レーンによると思うけど、今日の剥がしの役の人めっちゃ笑顔で対応してくれてた。優しいと思って。え、だよね、今日優しかったよね。え、それな、明日も優しいといいな。いや、まあもちろん時間は守ってくださいね皆さん。お終了ですって言われたら終了してほしいんですけど、終了できないんなら券買いましてくれって感じなんですけどそういうことじゃなくて、なんて言うんだろう、なんかすごい当たりが強いとかあるじゃん。それが今日はなかったからよかった。そう、みんなそれはダメですよ皆さん。ちゃんと時間ですって言われたら剥がれてください、はい、剥がれたくない気持ちがあるんだったらもうちょっと買ってくださいそうです、はい、そうなんですけど、剥がれたくないならもうちょっと買って以上って感じなんだけど、まあ、それはそれとして置いといて、まあ、今日優しかったよねって話。ちょっと待ってね、もうちょっと時間無料なのごめん、許して、私がゲームしながら喋ってるのマジ許してほしい。みんなもドボン無料だったらいっぱいやりたいでしょ。それと一緒、今の橋本の心境。ドボンが無料だと思って、時間制限なしでどんどんハートがもらえると思っていっぱいやりたいでしょ。8センチ盛れる分ねえ、やめてよ、ハルピョン、ハルピョンがもっと低く見えるじゃん、それは絶対、ちょっとそれハルピョン低いわ。
がされたくなければ買えって心理つきすぎ。違うんですよ、その強いよ弱いよっていう話に関しては今日ちょうど良かったよねって話で、ただまあ剥がしの方々も仕事でちゃんと仕事してくださってるので、まあ、剥がされたくなかったら買ってくださいって感じですよね。はいそうですよね、そういうこと、私は何も間違ってない。私は何も間違ってない。ネバーストップさんたい焼き、ラッコさんたい焼き、ありがとう、ありがとうございます。今はラインポコポコです。はい、ラインポコポコ無料なの今の時間。なんかの謎になんか開いたら無料だったから嬉しくてやってる。明日初めてお話し会行きます、よろしくお願いします、よろしくお願いします。名札待ってますいや本当自作の名札っていいんですよ。てなんか本当名前ペッて黒ペンで書いただけの名札だけでもさ、ハルピョンあったらさ嬉しい、めっちゃ優しいこの人って思う。ね、夢見る可愛かった、会いたかった、夢見るに無理。会えなかった寂しい。でもレミとひゆかには会えました、ギリギリ。友達2人にはギリギリ会えた。なんかちょうど私が始まる時間が2人が終わる時間でみたいな。そう、ひゆかがご飯取りに行くの付き合ってくれた、優しい。ひゆかにありがとうお手紙言ったら、いやもうむしろありがとうございますって言われたから、これからも笑顔でいてくださいって言っときました。ハルピョンに行って小豚は置いてなかった。今日のお話し会でピョンズ若い子増えたなって実感、え本当にそれ、女の子もそうだしメンズもそうだし増えましたよね。ほんとピョンズ女子もピョンズメンズも増えました。嬉しい。なんかピョンズ女子がとか言うとやっぱね男性のファンの方には言われるわけですよ、やっぱり女子の方が嬉しいの。別に男性女性関わらず
別に性別がどうだから嬉しいとかはないですけどって感じです嫉妬してんのかって思いますね。まあどうぞしてくださいって思いながらどうぞしてくださいって思いながらピアンズ女子に話して、それは枠はうちも、いやでもまあ言うてそんな、なんて言うんだろう、めっちゃ女子の方じゃない、なんていうの、若い方の方がめっちゃ多いってわけでもないですよね。普通にいい感じぐらい、うん、若いってみんなの中でいくつからの話言うんだろうまずそっから、まずそっからだな。みんなの若いっていくつの若い、いくつが若いんだろう。そういえば、いくつからが若い認定なんだろう。20代、あ20代ティーンやば、狙ってるやんうちの女子狙わないでくれる、やめてくれる、うちのピョンズ狙わないでもらえる、ちょっと無理、やめてほしい。クリアしたい、30以下、最近は30も若い、25未満、ハルピョンと同い年ぐらい、35まで、まあ人によりますよね。私から見したら皆さん若いですよ本当に私からしたらもう全員若いですよ、はい、もう私は生まれてこの方100歳なんで全員若い。そう、123歳なの私。ハルピョンが私を AKB に戻してくれたっていう20代ピョンズ女子がいて素直に嬉しかった。誰私にも知らない話をそこでしているの。私にもその話して、はい、123歳、言ってなかったでしたっけ皆さんに。人間年齢で言ったら23歳なんですけど、はい、でもちょっといろいろ、いろんな年齢で言うと123歳、知らなかったかみんな、ごめん、内緒にしてたわけじゃないんだよ、でも気づいたら内緒になってた。なんか寂しくなった最近みんながなんか仲良くて
疎外感ピョンズがみんななんか仲良くて、なんかハブえみんなだってなんか仲良いじゃん。寂しいゲームやりながら喋る話じゃないこれで多分もう終わりかも。終わりだと思う。もう多分時間的に無料のタイム終わる気がする。待っててね。そりゃファン同士は仲いい。どういう種類の感情？え、寂しい。なんかこの人とこの人仲良くてねとか、さっきそこで丸丸ちゃんと出会ったよとか、え無理、寂しい今日初めて有名なピョンズさんって誰のこと言ってんだろういや、ピョンズ女子の方々に声かけてもらえて嬉しかった。嬉しい、そう言ってもらえてよかったです。なんかすごい、多分あのピョンズは本当なんか仲間意識きたーってなったら、もうなんかすごいオラオラーって行く人たちが多いから、そうちょっと僕私そのノリついていけねーと思ったら、ハルピョンのことは好きなんですけど、ありがとうございますって言ってください。あ、やめよう。ここで合言葉決めようよ。みんなの中で。そう。なんか決めよう。何がいい？いや、絶対いますよね。いやなんか私的にはピョンズがみんな仲良くなってくれるのはすごい嬉しいんだけど、私がもしも一ファンだとしたら、そんな急になんかいっぱいの人から話しかけられたら困っちゃうよみたいな人も絶対いると思うんですよそう、私的にはみんな仲良くなってほしいんだよ。そう、私的にはみんな仲良し小良しでいてほしい。まあいっか、まあ、みんな大人だから頑張って、うん、急に突き放すみんな大人だから頑張って。終わった、無料タイム。そう、一体なんかさ、ピョンズマジで私に似て全員多分ほぼ人見知りなんですよ、ほとんど。いやまあ 100% じゃないよ、 80% ぐらいのピョンズが人見知りで、なんか喋りたいけど仲良くなりたいけどなんかいけないみたいな人が多分多いと思うんですよ。でもみんなそうなの、みんなそうなんだけど、
そう、急になんかそういう人たちって固まったら、いや私もそうなんですけど固まったら強いってなんか勝手に思っちゃうんですよね。そうだから固まったらなんか自分たち強くなったと思って、あのあれなんですよね、なんか積極的に言っちゃうんですよね。わかりますわかります、めっちゃめっちゃわかります。そうわかる。だから一体めっちゃで来られたらびっくりしちゃうからあの喋りかけに行くピョンズもあの優しくしてあげてください。はい、優しくしてあげてください。よろしく。でも1対1では喋りかけられないのは分かってるから、ちょっと頑張って喋ってあげてピョンズのサーチ力エグすぎて最初軽く引きましたいや多分それも私に似ちゃってるんですよね。なんか私もなんか一個気になることとかあったらなんかめっちゃそっから掘り下げるんですよそう、そっからなんかこういうこの人ってどういう人なんだろうってめっちゃ掘り下げたりとかしちゃうタイプの人間なんで、あ、話しかけてもらう方の方がいい。なるほどね。じゃあ皆さん話しかけてください。そう、ぜひ話しかけてあげてください。お互いが、え、だからそれこそさ、ファンの方同士でも絶対名札作っといた方がいいですよね。あの人ショールームの配信のコメントでよく見るあの人かみたいな、はあってなって、あ、こんにちはって行きやすいから、え、もうファン同士でも絶対名札はあった方がいい。よしよし、みんな名札を作ろう私のために名札作ってほしいけどマジで。そう、キューピッドになりなよってどういうこと？誰かと誰か結婚させちゃうってことですか？え、それはちょっと無理。みんなハルピョンのみんなだから、そう、え、マジで無理。なんか勝手にそこでくっつかないでもらっていいですか？二股だよ全員全員それ二股になるよ。はい、ダメ。ハルピョンのみんなだから、もう一人ハルピョンっていう人がいるんだから、みんな。え、どうしよう、知らない間になんかどっかとどっか誰かピョンズ同士で結婚しますとか言い始めたらどうしよう。ちゃんと挨拶してないし、いやもう絶対挨拶しちゃって、もう楽だよそっちの方が。え、ちょっとどうしたらいいの？え、嬉しいですけど、結婚式どこでやる？5
ご祝儀送った方がいい？割り切れない数の方がいいんですよね。そうですよね。え、どうやってさ、私はさ、みんなにさ伝えた方がいいんだろう。え、結婚のさ婚姻届ってさ、でもみんなは私に送れるけどさ、私がみんなに返せないですよね。その名前みたいな書きたい書きたいけど、みんなが私のところにこう持ってきてくれる分には名前書けるじゃん。でも返せないやん。確かに。え、だからその婚姻届のあの名前、なんかさ証人みたいなところの名前に書きたい。卒業するまで結婚延期私の卒業までみんな結婚できない全員一人身。そう、保証人、保証人になりたい。だみんなはさ書けるじゃん、私が書けるじゃんか。あ、住所、あ、だからあれですよね、ドン・キホーテの住所書いとけばいい。秋葉原8階ドン・キホーテか事務所の住所か。え、だから違う、みんながあの私のところにこれ書いてくださいって持ってくることはできるんですよ。お手紙とかに入れといてくれれば。それを私がみんなの元に返却、あ、私が区役所に持っていけばいいのそういうこと。そういうこと。そういうことか。ああ、なるほど、理解。そうしよう。え、違うんですよね。あ、郡司さんとかに渡しとけばいいんじゃない？え、こっちから送り返すことは絶対に無理、到底不可能じゃないですか、どう頑張っても。これまでのあれ上だから、郡司さんにもマネージャーさんにも本当にすいませんお願いしますって言って、郡司さんにあのこれ確認してくださいって言って、ちゃんとマネージャーさんに確認してもらって、でお願いしますって。そうじゃん。でもう一人の証人の欄は郡司さんで。オッケー。
それでいきます。解決。夫婦揃ってピョンズ。子供に春菜って名前つけられたらどうしよう。さすがにそこまではない。どうしよう、そうされちゃったら責任持てないよ。うち全然いいけど何の責任も持てないですよ。まあ責任なんてないか。橋本って名字のピョンズを探したい。やばやば、あ、春菜って書いてひなって読んでもらう。なるほどね、ありあり。まあ責任は私にないですよね。ママピョンとパパピョンにありますよね、言うたら。確かに。橋本さんっているの？楽しい。ピョンズ同士結婚するならハルピョン。え、確かに。なんか私で喧嘩されたら嫌なんですけど。無理、引いちゃう。え、お互いハルピョンのことが好きで、ハルピョンと出会って、ハルピョンと出会ったからそうやってさ2人が出会えて結婚したのに、なんかハルピョンのこと好きすぎて嫉妬されてさ、なんか喧嘩されても無理なんですけどって思っちゃう。え、そんなん無理なんですけど、それでファンやめますとか言われても無理なんですけどって思っちゃう。やめてもらっていいですか。うん、そこまではちょっと責任持てません。グッズの購入かぶって喧嘩しそう。あれでしょ、え、だったら言ってよ、一緒に送料、はあ、みたいな。送料かかるんだからさ、みたいな。一緒に買えば、はあ、ってやつでしょ。うちの親がよくやってます、その喧嘩。喧嘩じゃないかもしれないけど、もう頼んだんだけど、よくやってます。本当ちゃんと話し合って買いなよって思いながらいつも聞いてます。お互い聞きなよ、お互い出たら言いなよ。パパも聞いてから買えばいいし、ママも早く言えばいいのにって思いながら
聞いてます。はい、よく聞かせていただいてますわ、その会話。ハルピョンもそういう喧嘩将来しそうだって。まあでもあれですよね、だって送料って高いから。ハルピョンは最初にめっちゃ言うけど最終的に従いそう。どういうこと？どういうこと？どういうことだ？最初はめっちゃ言うの？送料はって言うってこと？でも最後私が折れるってこと？買う前に一言私に言ってよっていつも旦那に言ってそう。どんなイメージ？私、まあでも私は友達にも言われたんですけど、あのよく遊ぶ友達、今日も私自分でめっちゃ思ったんですけど、そう今日さメールにさあれを食べましたって書いたじゃないですか、とある美味しい惣菜食べましたって書いたじゃないですか。あれもドラマ見て書いたっていうか食べたいと思ったんですよ。だから多分めっちゃなんか物にめっちゃ物っていうかなんて言うんだろう、見た物にめっちゃ影響されちゃうの。そう、これ見たらこれ食べたいとかこれがしたいとか、なんかドラマとかめっちゃ見てて、なんかそのじゃあ例えば薬剤師のさアンサングシンデレラだっけっていう西野七瀬さんが出てらっしゃった石原さとみさんが主演のドラマがあったんですけど、なんかそれ見てあ薬剤師になりたいってその時は思ったし、そう無理なんですけど。そんなに勉強できないから無理なんですけど、そうなんかこれはこうでこうでうわこれになりたいとかめっちゃ思っちゃうタイプで、そうで今日も食べたし、えそうです、一時的です、めっちゃその気持ちは。次のドラマが入ったらもう次のそれになりたいんです。はい。だから全部を叶えたいから私は女優になりたいって思いました、思ってた。今はアイドルしてるのが一番楽しいからまだアイドルしてたいなって思うけど、そう全部になりたいから私は女優になりたいって昔思ってました。女優だったら全部できるじゃないですか、全部かは分かんないけど、まあ役によるかもしれないけれどもほとんどできるじゃないですか。そうやるものによっていろいろいろんなものができるじゃないですか。だからそう思ってた。ねえ舞台なんかね、あこの間そうツイッターに今日さっき書こうと思ってたんですけど、この間マチャリンのイリスノワールっていう舞台を
見に行ってきました。あとでツイッターに書こうと思って、先お話し会の載せようと思って、先そっち載せようと思って載せたんですけど、忘れてた載せるの。今思い出した、載せようってさっき思ったの、バスで載せ、うん、感想というか、そう、イリスノワール、女の子たちがすごい、なんかなんて言うんですかね、はい、の舞台を見に来てきたんですけど、なんか学園でみたいな、そのなんていう、どこ、うーん、そうなんです。そう、マチャリンが来ますかってさ言ってくれて、私がその舞台めっちゃ好きな、マチャリンとは結構喋りますよ。そう、できますかって言ってくれて、行きたいってなって行ってきました。マチャリン可愛かった、喋り方とかがめっちゃ可愛かったです、動きとかも可愛くて。うん、声も可愛いし。そう、でもなんかさ、舞台やりたいって言いにくいじゃん今なんか演技のお仕事はやりたいんですけど、そうそうなんですよね、だから言えない。マチャリンとの接点の内容、でもいつ仲良くなったんだろう、ちゃんとなんかこれがあったから仲良くなりましたみたいなのはあんまりなくて、普通になんだろう、普通になんか気づいたら仲良かったって感じ。でも覚えられないと思います、そんな台本いやマジでハッチで目いっぱい精いっぱい手いっぱいだったのに。そうだから、もっとなんかエイトみんなでやる舞台に私も出たかったなっていう気持ちはある、 B スクールとか、なんかそれだったらみんなもさ、なんかなんとも思わずに、なんかみんな頑張ってるなと思いながら見れてたわけじゃん。でしょ。出たからって別に何もないんですけどね、私自身は。まあ、私がもともと大学に通ってて、そう、なんか舞台の稽古とかって長期で結構なんて言うんですか、滞在しなきゃっていうか、なんかこうなんて言うんですかね、なんて言うの、その稽古に出なきゃいけないじゃないですか。そうだからやっぱそのまあ前回のそのハッチ8の舞台はあの本当にまあなんていうんですかね、まあエイトのことをよく知ってくださってた横内さんとか、横内監督さんとかがなんかすごいなんていうんだろう、融通聞かせてくださったりとか、本当マネージャーさんとかも、事務所のねマネージャーさんとかもすごいなんていうんだろう、融通聞かせてくださって、私自身もこうちゃんと稽古に出れる時間を作れたりとかしてたんですけど、やっぱその他の方々がこうなんていうの、興行されてる舞台とかってなると、やっぱ稽古の日数とかであったりとかするから、なかなか私自身がその長期でこうここにずっとこの期間舞台ですっていうのがちょっとできなかったっていうのもあって、そう
難しかった部分はあるんですけど、でももうそれもなくなったりとかしたからやりたいなっていうのは思ってます。だからそれこそこの間のコミさんのやつもそうだし、見に行かせていただいたのもそうだし、前回のマチャリンのもそうだけど、ああいうなんか結構なんか全員女子キャストみたいな舞台のシリーズ結構たくさん見に行かせていただいているので、そうユリが出てた、ユリとコミさんが出てた、一緒に出てたやつとか、そうもう見に行かせていただいてたりとかしてるので、なんか出たいなって。あと可愛いし衣装、なんかその全員女子キャストのあの舞台の服がすごい可愛い感じが多いので、行きたいなって思ったり。でもなんかマネージャーさんにも言われたんですけど、私は身長がちっちゃいから多分舞台よりもメディアというか、なんていうの、映像の方が向いてるというか、そのそういうちっちゃさが際立たないからいいと思うみたいな、めっちゃ言われた。もう辞められちゃったマネージャーさんなんですけど、そう多分そっちの方がなんか、そうなんかなんていうの、周りと比べたらやっぱそれはさ、どんだけ動き大きくしてもさ小さく見えちゃうからさ、どう頑張ってもどんだけ熱いヒール履いてもそうなっちゃうから、きっと映像の方が映えると思うよって言われて、仕事くださいって思いましたはいじゃあその映像の仕事くださいって思った。でもやりたい気持ちはすごいある。いや、トーク力あります？でもね、人見知りだからいけないんですよね。そう、でもアイドルはなんかやってて楽しいし、自分的に今一番向いてる職業だなって思ってるから、まだ全然やめる気ない。今日もめっちゃ聞かれた、なんか8メンバー卒業するけどやめないよねって。だからやめないって言ってるでしょって思いながらやめないよって言ってましたお菓子20万円、本当だ、ありがとう、ありがとうございます。フルーツ大福嬉しい、大好きなのフルーツ大福、ありがとう、バンザーイ。またカタログみたいなのゲットしたら皆さんにお見せします。みんなそう言って卒業発表して、まあ確かに辞めますとは言わないだろうね、卒業発表の前に卒業発表の前に、いやそうなんですよね、辞めるんですよねっては言わないですよね、さすがに確かに聞くけど言わないよね。いやもうね、なんだろう、まあでも自分がもしも卒業するって決めてたとしても今は嫌かも。なんかみんなのその卒業したいっていう時期が被っちゃってるじゃん今。そうだから嫌かも。
ハルピョンだけを見ててほしいから。そう、卒業する時も最後の最後までハルピョンだけを見ててほしいから、なんかうん、いや、わかんないよ。じゃあそれがさ、例えばさ、私がやめようって思って、じゃあ次のことをすることが決まったとして、やめようってなって、そのすることとその卒業するメンバーが多い時期だったら、まあそれはしょうがないかもしれないけれども、でも私の願望的にはなんかみんなと被るの嫌だなっていう気持ちはあります。そうですね、いや今日さ、なんかすごい、まあ、あの承認がちょっと詰まっちゃって、ハルピョンのレーンがちょっと空く時間があったんですよ、時間的に。そうで、その時になんかめっちゃ17期の隣が17期のこのレーンで、めっちゃ17期のファンの方にめっちゃ見られてたのはすごい視線は感じてたんですけど、でもいやいやいやみたいな、手振ってほしいならお前らうちの剣買えやって思って、私はずっとピョンズにしか手振ってなかったそう、あとなんか後輩のさ、レーンのファンにさ手振るのもめっちゃちょっと気まずいじゃん。なんか私のところはそのなんて言うんですか、その一人ちょっと詰まっちゃってて、そこでその後ろにはすごい並んでたんだけど、そうでもやっぱり周りから見たらハルピョン喋ってない人って思われるじゃないですか。そうだからすごいなんかちょっとかわいそうな人みたいな感じじゃないですか。でそれで後輩のレーンのところに手振るのもなんか気まずいんですよ。そうなんかなんて言うんだろう、だからピョンズにしか手振らなかった。そう なんて言うんだ、なんかかわいそうな先輩って思われたくないそうだからなんかちょっと私のプライド的にできなかったです。いやなんかそれがゆきりんさんのレーンとかだったらもうゆきりんさんのファンの方に知ってもらわなきゃいけないからそうでもやっぱしかも最近それこそ17期なんてもさ入って1年の後輩じゃないですか。なんかプライドが許さなかったです私の。はい、いや本当は釣りたかったんですよ本当はね。再販もやってるし今めっちゃ釣りたい気持ちでいっぱいだったんですけど、なんかプライド、橋本のプライドが許さなかった、うん、そう。明日の最後の部はおしましできるのでぜひ。
ライド高いんですよね。そう、みんな知ってると思うけど、ステージでは他の女のファンめっちゃ釣るのにお話し会になると釣りたくなくなっちゃう。うん、でもやっぱみんなと話したいと思った。もっとなんかみんなが思ってるよりもっと話、てかマジで聞こえにくい、マジなんかもうむずい。うん、どうしたらいいんだろう。むずい、むずいです。やっぱりそのマスク、なんか私人の話が聞き取れない時って大体口の動きで読み取ってるんですよ。そう、でもマスクしてるから口の動きで読み取れないし、マスクとビニールシートあるから普通にいろいろ遮られてるし、で私前々から言ってるようにほんといろんな音が入ってきやすいタイプなので、隣の喋ってる音とか、あと会場で流れてる曲の音とかめっちゃもうガンガンに入ってくる。もう100で入ってくるんですよ全部が。そう、なんかもう話し会はめっちゃ苦手違うの、あのお話し会は好きなんだけど、なんて言うんだろう、そう何カクテルパーティー効果ってめっちゃ聞いたことある。マスクなし OK になるのと握手 OK になるのとどっちがいいですか。握手、マスク、マスク、握手、握手、マスク、握手、握手、握手、どっちもなくならなくていい握手、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 握手の方が多い。そうよね。トラック野郎さんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。マスクしてるとメガネが曇る。え、マジ聞こえないよね。え、わかる。うちもどうやって喋ってんだろう本当にどうやってみんな聞いてんだろう。糸電話、なんか糸電話やったとこあるんですよね。どっかどっかのアイドルでも、なんかそのコップをなんか変えなきゃいけないみたいな、なんかむずいみたいな、よくわかんないみたいな、なんかそう聞いたことある。
でもマスクありの握手よりマスクなしのお話し会の方が顔は覚えれますよね。確かに。うわ、どうする？全然別にマスクしたい人はしてもらっていいですよって感じ。はい。それは個人の自由。お手手握りたい欲求とかない。お手手握りたい欲求しかないとか言われたらちょっとびっくりしちゃうけど。握手は別にしなくていい選択制。いやでもそれはね、そうだよね絶対。あ、やばい、待って、充電器全然さしてなかった、充電なくなりそう、危な。ねえ、もうここの爪やばい、無理。見てほら、めくれてる、見える？見えないよね。どうやったらいいんだろう。ほらほら、ここやばい、もう明日終わったら多分無理。コロナ禍抜けて握手はもういいかな。確かにそれは思ってる人多そう。え、そう、髪の毛めっちゃ引っかかるの。多分ポニーテールそのまま大変だった今日。え、剥がしたら剥がしたなんですよ全然。でもさ、やっぱさ、親指だけないのも変じゃん、うん、シャンプーとかめっちゃしにくそう。くしゃみ、ごめん。そうなんだよね、難しい。ま、会社の方針に従いますわ。ね、聞いて、見える？なんかさ、今日のさ、全然お話し会でついた傷とかじゃないんですけど、見えないかな、ここにさ一本線入ってんの見えますか？なんかめっちゃめっちゃ中二病みたいに見えるんですけど。なんか怪我してたの今日。メイクする前に化粧水塗ってる時に痛くて、え、だから何して怪我したか全然わかんないんですけど、怪我してました。え、痛い、めっちゃ痛い。あ、なんか普通にこれの状態では痛くないんだけど、もう痛くないかな、なんかそのメイクした時に化粧水塗った時は痛かったけど、全然多分今はあんま痛くない。どっかでスッてやっちゃったのかも。でもみんなが心配するような怪我じゃないです。明日見せてあげるみんなに。明日みんなに見せてあげるね。
全然痛そうじゃないやんって言われそう全然痛そうじゃないやん、言うほどじゃないじゃんって言われそう。明日治ってるかもしんないそれだったらごめん、その時は許す、許すじゃない、許して。うん、なんか跡とかじゃないんだよね、ほんとスーって一本気がしてます。見せてって言ったら見せてあげる。お、5000人超えた。イエーイ。何でやったんだろう。え、本当になんか本当になんか夜勤をされた人みたいな感じ。そう。地下労働でもしてるんかなみたいな。明日おしましできそうだから友達引っ張り込むのでよろしく。やった、待ってる。9部 ?8 部わかんないけど待ってる。友達と地下労働、え、なんか怪事でも出たんかなみたいな感じ。どうしよう、明日なくなってたら気まずいやん。9部はない、じゃあ8部か。待ってるね。え、マジでなんかさ、どうしよう。え、本当になんか今めっちゃ全く持って全く持ってアイドルやめたくないのに、なんかみんながピョンズが楽しそうすぎてそっち側に行きたいそう、本当に。マジで無理今日だってファンの方に言っちゃったもん。やばいみたいな。私もハルピョン応援したい私もピョンズやりたいって言っちゃったうん、やばくない？私 AKB48 卒業します。なんかオタクをやりたくなりましたピョンズになりたくなりました。どういうこと？お前が卒業したらピョンズもないやんけってなるバカだよねめっちゃおもろい。
ケンズは誰押すねん優しい、みんな55分って教えてくれてる、ありがとう。え、違うんですよ、アイドルを応援したい、まあ、気持ちはあるけど、ハルピョンを推したい楽しそう、みんなが今日来た人全員楽しそう、なんか初めて来たんだよみたいな人とかも、え、何で知ってくれたのって聞いたら、なんか公演見て好きになってとか、公演でレスくれて、なんか全然、なんかこの間フェスでみたいな、全然なんか AKB 知らなかったけど友達からなんかパネルみたいのもらって、それ持ってたらハルピョンからめっちゃレスもらえて、なんかもういいなって、え、なんか私もハルピョンからレス欲しい、いいなって思いました。やば、もう56分、ちょっとランキング読むんですけど、そろそろ、いいなみんなって思ったよ。ちゃんちゃん、川さん、たっくんさん、ハートありがとう、身近なバナナちゃん、ハートありがとう。ありがとう。鏡の前、それは違うんだよね。ね。わかる。くじの大吾さん、楽眼ありがとう。ラッコさん、ハートありがとう。ともやきさん、たい焼きありがとう。いやマジで分かってほしい、ほんと。なんか寂しいの、橋本、みずみんにレス、うーん、みずみんからもレス欲しいけど、はるぴょんから欲しい。ランキング読む。こんな悲しいテンションでランキング読まれても1位、岩潤さんありがとうございます。2位、サプライズレバーさんありがとうございます。3位、ポクレンパサランさんありがとうございます。4位、トラックヤローアットゴリさんありがとうございます。5位、たっくんさんありがとうございます。6位、とどろきファンタジーさんありがとうございます。7位、直吉さんありがとうございます。8位、かずさんありがとうございます。9位、ネバーストップアット生ハルピョン、かわいすぎて緊張、ならオンライン、え、あ、直接来てくれないの。10位、ともゆきさんありがとうございます。11位、マックミックさんありがとうございます。12位、バージョン R さんありがとうございます。13位マジカナバナナアット秘宝、明日傷見に行けません、おしましで待ってます。8部、私の件取ってないってことですか、全員の件取ってない、おしましで待ってる、おしまし使えるから。あ、そんなこと言うから傷痛くなってきた、もうみんなが見に来てくれないと傷が、やばい、ランキング、今日は5732、あ無理、ラッキーナンバー無理、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5732人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではありがとうみんな、またね、傷見に来てね、バイバイ、今日はありがとう、お話し会、おやすみ。